道南の八雲町でトラックとバスが衝突し5人が死亡した事故で警察は今日バスの車体を検証し事故原因を調べていますこの事故は18日八雲町の国道5号線で養豚会社のトラックと都市間バスが正面衝突しバスの乗客3人と運転手、トラックの運転手の合わせて5人が死亡したものです現場にブレーキ痕がなかったことなどから 警察はトラックが対向車線をはみ出してバスに衝突したと見ています警察は今日午前9時ごろからバスの車体の検証を始めトラックがどのように衝突したかバスの破損状況を詳しく調べています警察は合わせてトラックのドライブレコーダーを解析するとともに今後トラックの車体も検証する方針です